モテ男クラブへようこそ。いらっしゃいませ、関口美奈子です。ご視聴ありがとうございます。このチャンネルではあなたがより魅力的なモテる男性になるためのヒントをお伝えしています。よかったらグッドボタンとご登録していただけたら嬉しいです。今回はモテる60代男性の共通点7選についてお伝えしていきます。最近女性からの反応がいまいち、年齢のせいかもなんて思ってませんか？でもあなたの周りにも同年代でも若々しい魅力で年下女性からモテている方いるのではないでしょうか。そういう男性は何が違うのか深掘りしていきます。モテる50代の特徴については以前の動画でお伝えしていて、そちらも役立つ内容になっています。合わせて後でチェックしてみてくださいね。ではモテる60代男性の共通点1つ目は経験豊富ということです。男兄弟だけの男性よりも女兄弟がいる男性の方がモテると言われていますが、これはあると思います。なぜかというと、子供の頃から女性の扱いに慣れているからですね。モテる60代男性の多くは恋愛経験が豊富です。これは性的な意味だけではなく、女性と接することに慣れているということです。経験豊富な男性は女性を見る目が超えてますし、こうやったら女性は喜ぶとか、こういう行動が女性に受けるとか、そういうスキルとかノウハウも経験値として持っているんですね。モテる女性は男性からすると手強いなんて思うかもしれませんが、モテる年上男性は女性からすると心強いと思えるわけです。恋愛経験だけではなく、仕事を精力的に頑張ってきたとか、休日は趣味に没頭したなど、人生経験が豊富な年上男性は女性からすると一緒にいて勉強になったり刺激を受けたりできます。苦労を乗り越えてきた年上男性は頼りがいもあるため、人として尊敬できて魅力的に見えるんです。モテる60代男性の共通点2つ目は待つことができるということです。よく大人の余裕が大切と言われていますが、ドンと構えていられる年上男性は魅力的です。モテない男性ほど実は女性に対して早まってガツガツとアプローチする傾向があります。しかし女性としてはあまりこういったタイプの男性は苦手という方が多いです。まだ自分の気持ちが温まっていないうちにグイグイ来られると逃げたくなってしまうのが女性の心理です。こういうタイプの男性に共通して言えることは、自分の感情だけで相手にアプローチするという傾向があります。それが目に見えてわかることが余裕のなさの表れとなり、その状態が浮き彫りになることが特徴として目立ってしまいます。だからあなたからの一方的な思いだけで女性に対して猛烈なアプローチは避けるべきです。恋愛を順調に進めるためには自分本位になってはいけません。心に余裕がある男性はせっかちな言動や行動を起こすことなく、相手の気持ちが温まるのを待つことができます。まずは相手がどういう思いでいるのか、あなたにどんな気持ちを持っているのか観察することが大切です。モテる60代男性の共通点3つ目は色気があるということです。60代で女性にモテる男性は若い男性にはない色気があります。色気のある男性はほんのちょっとしたところで差が出ます。例えば椅子を足で動かしたりとか、ドアをバタンと閉めたり、物を雑に扱いません。喋る時もゆっくりと話すから女性側も会話しやすいという特徴があります。さらにゆったりと構えているため聞き上手でもあります。所作がゆっくりとしなやかな男性には大人の貫禄さえ感じます。またミステリアスな男性は色気があるからといって、自分のことは話さないで自己開示をしなさすぎも色気のある男性には映りません。女性の質問に対して自己開示をしなさすぎるとプライドが高そうとか、何を考えてるかわからないとマイナスなイメージを持たれてしまいます。完全にミステリアスというよりも、ミステリアスな部分を小出しにするぐらいがちょうどいいバランスですね。モテる60代男性の共通点4つ目は甘えさせ上手ということです。ほとんどの女性が実はとっても甘えたがりです。彼女のことを上手に甘やかすことができればあなたにメロメロになっちゃいます。努力を褒めてあげたり、ねぎらいの言葉をかけてあげるのもそのうちの一つです。また年下女性に好かれる男性ほど聞き上手で、女性の話を楽しそうに聞いています。聞き上手な男性には女性は安心感を抱きます。もっと話したい、またあなたと話したいと思ってもらえたら大成功です。
甘えさせ上手な男性は自分の答えが出ていても相手の意見を聞くことが特徴です。甘えさせるためにはまずは相手の意見を知らないと始まらないです。自分の意見も聞いて受け止めてくれる年上男性に女性はついつい甘えちゃいます。たまには女性のわがままを聞いてあげましょう。モテる60代男性の共通点5つ目は知性があるということです。知的な男性はやはり好印象です。頼もしいし心強い存在なんですね。簡単に知性があるように見せるには相手の目を見て話して、その時間が長ければ長いほど知的に見えるということが分かっています。また告白するときはしっかり相手の目を見るだけで成功率がぐんと上がります。まっすぐ目を見て告白することで気持ちや誠実さが相手に伝わりやすくなるんですね。恋愛に関する心理学の研究データで男女ともに頭がいいとモテるということが分かっています。スイスのチューリッヒ大学の研究で18歳から44歳の男女を対象に長期的なパートナーに求めるのはどんな性格と質問して、知性や親切さ、身体的な魅力、お金を稼ぐ能力といった16種類の特性を、採点させています。この調査の結果、知性は2位、ちなみに1位は親切さ、共感力でした。このように知性は常にモテやすい特性の上位に入っています。いくつになっても知性を高めていくために本を読んだりとか YouTube で学んだりする気持ちが大切ですね。モテる60代男性の共通点6つ目は精神年齢が高いということです。年下女性が年上男性に求めるのはやっぱりどっしりとした安定感ですね。人は知らず知らずのうちに物事に対して固定観念を持ったりとか、自分と違う考えに対して感情的になりがちです。しかし精神年齢が高く余裕がある男性は自分の感情をコントロールすることができるので、少しのことで動じることはありません。つまり感情的な態度を取ることがないと言えます。相手の意見を聞き入れた上で常に冷静な判断で見極める能力を持っています。だからこそ大声を張り上げたりせず落ち着いた対応をするのが余裕のある男性ですね。女性がつい感情的になりそうな場面で先回りして落ち着かせてくれたり、論理的に話をされれば頭も冷えてくるものです。アンガーマネジメントの本や動画が多く出ていたり、本来感情的な態度を取らずにいられることはとても難しいと言われています。それを難なくこなす男性こそ女性が魅力的に感じる大人の男性であると言えます。モテる60代男性の共通点最後7つ目は大人の余裕があるということです。大人の余裕がない男性は相手の顔色を伺う傾向があります。こういうタイプの男性は自分に自信が持てず、特に周囲の人の視線が気になり、いつも不安を感じている方が多いです。このような状況にならないようにしたいですよね。女性にとって憧れ、理想の男性像としてもよく挙げられるのがこの大人の余裕があるという特徴です。具体的には仕事でミスをしたり慌てている時に冷静に対処してくれたら尊敬の気持ちを抱くと同時に大人の余裕を感じますね。悩みや相談事を親身になって聞いてくれる男性にも女性は安心感と信頼感を抱きます。やっぱり聞き上手の男性はモテます。女友達や同僚には話せない話をしたい時や異性の意見を聞きたい時があります。そんな時に真剣に耳を傾けてくれる男性に大人の余裕を感じるのです。何事にも動じない安定した情緒と穏やかな性格であることも余裕につながります。人の本質は日頃の言動に現れます。どんな人にも優しい態度で接することができる、他人に寛容でいられることも大人の余裕ですね。まとめると、1つ目は経験豊富、2つ目は待つことができる、3つ目は色気がある、4つ目は甘えさせ上手、5つ目は知性がある、6つ目は精神年齢が高い、7つ目は大人の余裕があるということでした。それでは最後までご視聴ありがとうございました。私の LINE では3日間でモテる男になる限定動画を配信しているので、まだの方は概要欄からチェックしてくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。またのお越しをお待ちしております。